新型クラウンセダンオーナーズレポとしまして高速インプレッションをお届けしたいと思います。というわけで皆さんおはようございます。グッドカーライフのゼミッタです。今日はですねクラウンセダン初のオーナーズレポをお届けします。オーナーズレポっていうのは自分の購入した愛車を定期的にレポートするそういったコンテンツになってます。現状愛車9台ありますけども今回はクラウンセダンを選びました。で今日は高速をひたすら走ります。ですからこのクラウンセダン初めて徹底的に動的フィールを確認しましてさらには ADAS 系の性能を見るそして高速主体で燃費がどうなるかこういう部分も確認していこうかと思っています。というわけで改めてですけども今回購入していますのはクラウンセダンの 2.5 リッターのマルチステージハイブリッドこれを搭載したモデルとなってます。 Z グレードでボディカラーはプレシャスホワイトパールそこにメーカーオプションでブラックパッケージを装備しています。どうですかこの辺りの美しいエレガントなルックスっていうのは前回の納車後レポートで徹底的にお届けしましたけどもやっぱいつ見ても美しいな上品さはこの白だとより強調されるかなと思います。というわけでそういった話はですね前回の納車後レポートを見ていただくとしまして早速ですね走っていきたいと思います。さあというわけで行きましょう。早速ですがもうですね今新東名入ってまして規制速度は120キロになっていますのでいつも通りですね合流加速40から120まで全開加速をお届けしたいと思います。さあ後続車の状況も OK です。じゃあ40から行きます。せーの80、90、100、110、120。おー、結構スッと加速したなっていう印象がありましたね。ただすいません先に言わせてください。最初のアクセルをグッと踏んだ後の回転数のあのへばりつく感じうーんって言ってましたよね。あれはねフィーリング的にちょっといまいちですよね。あそこのダイレクト感は全然ないですしもうオーナー感になったからぶっちゃけ言いますけどもああいった低中速域からアクセルをバーンと踏むとですねあんな感じで回転数がもう高いところでへばりつくわけです。このフィーリングはいまいちちょっと上品とも言えないかなと思います。ただ加速感に関しては、まあ、絶対的なボリュームも、まあ、そこそこありますしあとこのクラウンのいいところは今こう普通に踏んでいきましたけども低中回路の領域ここで踏んだ時の力感がしっかりと出るわけです。ここからも追い越して踏む今ゆっくりと加速しているように見えて、まあ、体感レベルでは十分なこう力感が出てるわけです。これがですねなかなか気持ちよくて絶対的なその動力性能は過不足ないっていうところに結局落ち着くんですけどもただ普段走ってる領域の追い越しをしようみたいなそういうところのこのこういったですね全開じゃない一般的な加速力は結構気持ちいいものがあります。踏み込んでる量に対して結構スーッと加速していく印象があるなと思います。でもう一つご紹介したいんですけども先にこのハイブリッドのシステムですねこれをご紹介しておきます。今回クラウンのセダンに搭載されていますのは 2.5 リッターの4気筒のエンジンそこにマルチステージハイブリッドこれが組み合わさっています。簡単に言っちゃうとトヨタが持っている THS っていうシステムありますよね。そこに4段の変速機構を追加しています。実際にシステムの最高出力としては245馬力です。まあこれもともとですね 3.5 リッター V6× マルチステージハイブリッドこれを220キロの時はやってましたけども今回新しくなりましてまあ、カーボンニュートラルの時代に向けてというところでエンジンがダウンサイジングされましたと、まあ、これはねもう何を言っても変えられませんしどうしようもない部分かなと思います。攻めるんだったら
もうこれだけ今二酸化炭素まみれになってしまったこの世の中を責めるべきかなとは思うんですけども、まあ、それはいいとしまして、実際に 2.5 リッターになって確かに 3.5 リッターに比べたら、まあ、絶対的な運動性能は落ちてます。でも感じで、まあ、力感も十分ですし、さらに何がさっき言いたかったかというと、この変速機構を追加する、あとは仮想変速を入れてます。10段の変速制御っていうものがありまして、これ実際に変わってるのは1速、4速、7速で10速だったと思います。ここで実際に変わってるんですけども、それ以外のところでも疑似的に変速を模して少しこうピッチングの挙動が出るような、そういった味付けをしてあります。これがねすごくダイレクト感があるというか、まあ、あの人によってはやっぱりもうどれだけアクセル踏んでもこの継ぎ目のない加速感、それだったらまあ FCEV がありますからそっちをおすすめしたいんですけども、まあ、それがいいっていう方もいると思うんです。でも私はですね、これ今回ドライバースカーとして購入していますから、まあそういう意味ではハイブリッドの方が面白さはあるかなと思います。ここから踏んでいく、こんな感じ、ってこのリズミカルに回転数がですね上がってから下がると、そういった挙動を出してくれます。これはね個人的には結構面白くて、こう爽快感のあるフィーリングになってます。で気になる巡航回転数ですけども、今新東名100キロで合わせていきます。エンジンはですねかかってますね。100キロだとだいたい回転数は1500回転くらいを指してます。じゃあここから20キロプラス、まあ、120に合わせました。この時の回転数はですねこれもほとんど変わりません。1500回転で少しこうアクセルを煽っていくと、まあ、120キロだったとしても回転数は2000回転寄りになってきます。まあ、でもこんな程度なんですよ。なので多分開発陣が意図しているその高速巡航時の回転数を下げたいっていうところはまさしくここで現れているかなと思います。で事実クルージングしてる時のエンジンノイズこの程度です。今110キロです。じゃあここから10キロプラスで120に合わせていきます。120でパーシャルで踏んでる時だいたいこんな感じです。というわけで普通に高速クルージングをしている最中においてはエンジンノイズはほとんど気になりません。まあ、あとはアクティブノイズコントロール、これが入ってるっていうのも一つポイントです。まあ、実際にノイズと思われるようなサウンドをですね車内でこう拾うとですねそれに反応して逆位相の音を出すと打ち消しちゃうっていう、そういったアクティブノイズコントロール、このギミックが入ってます。まあ、これによって多少アクセルをこう煽った時の今も3000くらい回してますけども、まあこの程度で抑えてあるのかなと思います。ただし正直言っちゃうとこのエンジンノイズはまあいいとしましても、やっぱね回した時の喜びはないですよね。ここで今パドルがありますから回転数上げていきますけども、今5000マニュアルモード入れます。はい、こんな感じの高回転の音になってます。まあこれはねやっぱりサウンドとは言えないわけです。なので踏んでいくその気持ちよさは加速力としてはまあまああるんですけども、音はね正直伴ってないんですよね。やっぱりこれはもう4気筒のサウンドではなくノイズになってしまってるかなとは思います。ぶっちゃけて言うと、あとはいろいろとポイントあるんですけども、いいところ行きましょう。この動き、これちょっとねびっくりしますよ。ほらすっ
ごいキビキビスッと頭が向き変わっていくわけです。しかもまた骨太な走りがあるというか、この5メーター超えの優雅なディメンションですね、ものともせずもう一つの塊としてガッと隣の車線に移してくれます。しかもこの初期の応答性もめっちゃいいので、ハンドリングは抜群です。これね、クラウンっていう名がついてて確かに乗り心地とかも上質なんですけども、ハンドリングはね欧州系に負けてないんじゃないかなと思いますね。それほどにキビ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 走ります。まあそれは一つ FR っていうレイアウトが効果を発揮しているポイントかなと思います。まあリアから力強く蹴り出して、でフロントはですね操舵だけ、横方向の力しか基本はかかってきませんので、なので頭が軽くですね、そしてこう変に違うところに力が逃げない、なのでスッと動くっていう、そういったこの走りを見せてくれるのかなと思います。あとタイヤも影響でかいですね。245の 45ZR20、 これブラックパッケージにすると20インチに拡大しますけども、今回私はそれをつけてますので装着されています。でタイヤの銘柄がですね、これは e スポーツマックスとなっております。まあ、おそらくE がついてますから電動モデルに対して結構アプローチしてるようなタイヤかなと思いますけども、それが入ってますのでかなりですねこのタイヤグリップも高いです。ほんとね、打の効きがめちゃいい。ただこうやって左右に振るとぐにゃぐにゃしますけども、これはですね車の剛性が低いのではなく、ショックアブソーバーのところで少しですねこう減衰力を緩めてますので、それでこう急激に左右方向にロール挙動を出すとですねグラッとしますけども、まあでも骨太でしっかりしたこの走りがあるなと思います。超気持ちいいです。ちなみにこれボディシャーシの部分はですね GAL と呼ばれています。レクサスでいうところの LS とか、まあトヨタでいうところの未来ですけども、まあ、いわゆる TNGA 系でいうところの一番でかい FR 系のものに対応しているプラットフォームとなってます。今回16代目のクラウン、さまざまなバリエーションありますけども、この FR プラットフォーム GAL、 これを採用するのはクラウンのセダンのみとなってます。このクラウンイメージ結構エレガントなのに、このボディ剛性がしっかりしているあまりほんとキビキビ走りますね。あとステアリングのこのコラム剛性とかもかなり高いので、そういう意味ではまあしっかりした欧州系にも負けない走りがあるかなと思います。さあそして静粛性です。今時速110キロ、もう少し上げていきましょう。120キロ、はい、今120に到達しました。音こんな感じです。かなりですねロードノイズ抑えてます。ここはね特筆すべきポイントだと思います。120とかで走っててこの程度のノイズですから、これはやっぱりすごいな。その下回りから入ってくるノイズとして不快感が一切ないというか、会話明瞭度を落とさないレベルのこのタイヤノイズにとどめてあるわけです。まあ、タイヤもねいいもの履いてます。実際にこれ砂の跳ねる音であったり、あとはそもそものハーシュネスとかも改善してありますけども、あとアルミホイールに注目するとノイズリダクションホイールになってます。リブの一部を中空構造にすることによって空洞共鳴音と呼ばれるノイズ、これを低減するわけです。まあ、そういったですね様々な要素が相まってこの静かさを作り出していると。そしてあと風切り音、これもですね大して入ってないですよね。そんなにものすごく騒がしい印象もない、いやむしろ静かな方だと思います。まあ、これもやっぱりフロントガラス、そしてフロントドアガラス、ここを遮音ガラスにしている効果が大きいと思います。まあ、さらにはこういう横方向のトリムとかもちゃんと急車音材使ってあるでしょうし、さまざまなところに急車音材適用することによって全体的に高いこの静粛性を提供してくれてます。本当に静かです。もうこれもねやっぱクラウンだなと思いますよね。あとは乗り心地もねめちゃくちゃいいですよ。これもやっぱ高速クルージングしてる時の良さの一つです。とにかくこの路面のザラザラ感を
一切車内に入れません。雑味っていう雑味はほとんどタイヤであったり、あとは足回りですよね、バネとかダンパーのあたりで全て削ぎ落としてくれてます。結果的に乗り心地はこれトヨタ車最高レベルと言ってもいいかなと思うほど、本当にトロットロのこう気持ちになるというか、体がもうとろけてしまうような、そういったですね乗り味を提供してくれてます。今はトンネル内で舗装状況いいですけども、例えば継ぎ目の部分ジョイント部でトントンといわゆるハーシネスが出るようなところありますけども、そういうところを越えてもですね全く角が立ちません。とにかくしっとりとふわっと穏やかに全てのギャップをいなすと、そういった足回り、そうした乗り味になってるわけです。これはねもうちょっとびっくりしますよ本当に。でこれ ABS と呼ばれています電子制御式のサスペンション、いわゆる可変ダンパーが備わっています。まあ、これによって乗り味は3モードから選べます。今はノーマルモード、これに設定していますけども十分とろけてます。さらにリアコンフォートとありまして、まあ、これは名前の通り後席の快適性を高めると、なので後ろのこう揺れなんかを抑えたり、まあ、頭部のね左右のこのロール感なんかを抑制すると、そういったモードになってるわけです。もう一個スポーツがあります。これにすると一変します。悪く聞こえるかもしれませんけども、路面のインフォメーションが結構入ってきて、そのザラザラ感とかもある程度こうドライバーであったら掴めるようになるわけですよね。なのでよりこのタイヤとのコンタクトが取れるというか、そのしっかりと接地感が分かるような味付けに変わります。さらにこういうギャップを超えた時、まあ、基本はしっとりしてますけども、それでも、まあ、やっぱり減衰力を少し高めてありますので、まあ、ピタッとまではいきませんけども、ふわピタくらいの感じで抑えてくれる、これが特徴です。あとスポーツモードにするとアクセルレスポンスが良くなります。いやいいね、ちょっと無言で加速しちゃいましたけども、やっぱ気持ちいいんですよね。でもう一つ、まあ、スポーツモードの特徴を言っておくと、ステアリングの制御自体も少し重めになります。手応えが結構どしっときますね。こう切った際の手応え、この初期操舵から結構重めの操舵感に変わりますので、まあ、こういうところでスポーツモードにするとトータルコーディネートがされるという形です。ちなみに今はアクセル抜いてますけども、エンジンかかった状態です。これね EV 比率っていうものが今メーターの中で見れるんですけども、それを確認してみると、今走り始めてからだいたい EV 走行比率は5割程度なので、あとの半分は全てエンジンかかった状態で走ってるという形です。でこれね、私が感じてる中においては、普通にこうクルージングしてるとエンジンは基本かかってます。まあ、存在感控えめであんまりこう目立ってはいませんけども、基本はエンジンがかかってますので、一般道でよく起こるエンジン止まってかかってっていう、その停止と始動の繰り返すっていう、その頻度が圧倒的に少ないです。なので結局乗り味としては嫌味がなくなってますし、でまたエンジンがかかってるっていうことは、アクセル踏んだ後のこの加速レスポンスもいいっていうことになりますから、まあ、結果から言うとこれはねエンジンかかっててもいいかなとは思います。じゃあ話変わりまして、運転支援システム、これを使ってみたいと思います。クラウンにはですねトヨタセーフティセンスの第3世代の運転支援系が含まれてます。まあ、いわゆる最新ですよね、これが載ってますけども、システムとしてはレーダークルーズコントロール、これは全車速で追従して、さらに停止保持もやってくれます。あとはレーントレーシングアシスト、これがいわゆるステアリングサポートです。車線の中をまっすぐこうビシッと走ってくれるっていう、そういったアシスト機能、これがしっかりと備わっていまして、どちらも全車速で対応しています。でシステムの起動方法です。これはステアリングの右スポークについているボタン、これメインですけども、これをポチッと1回押すと、もうこれで現在走ってる車速で加減速のアシストが始まって、さらに
LTE ももうこれで起動します。ワンタッチです。めちゃ簡単。もう新しいトヨタ系レクサス系はこれが当たり前になってますけども、やっぱ何度味わっても本当分かりやすいし操作性いいなと思います。で、加減速の調節はプラスマイナスでできますけども、今は何もセットしないので単押しで1キロずつで、長押しで5キロずつとなってます。これもカスタマイズができまして、単押し長押し、まあ、それぞれ1キロ5キロ10キロ、この中から選択可能です。これはメーターパネルの中からできるという形です。で、車間距離の調整、今これは一番近い状態ですけども、前の今2トンのこれトラックかな、見えてませんね。ちょっとこれで話していきますけども、4段階の調整になってます。今これマックス開けています。ちょっとトラックが映り込んできたかなというところですけども、まあ、これだったら結構余裕感のある車間距離で運転支援を使い慣れていない方にとっても、そんなにこう不安を煽られないような車間距離のレベルかと思います。で、他の機能としましてはまあいろいろあるんですけども、まず加減速のアプローチとしては非常に自然です。ここからじゃあ車間距離を近づけていくってなって最短にしますけども、はい、今速やかに加速が始まってます。ただ前の車を認識しますので、急加速してで一気に近づいてブレーキドンみたいな、そんな感じではないです。じわ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 近づいていって、でスーッとアクセルを抜いて適正な設定している車間距離に合わせると、こういった挙動を出してくれます。めちゃくちゃ加減速アプローチも滑らかかつ安心感があります。で、さらにレーントレーシングアシストの制御見てもらうと分かる通り、今私軽くスティアリング握ってるだけですけども、どうですかこれ、左右にちょっとでもこう動いてる様子ありますかこれ。いや綺麗すぎる。ビシッと、もうほんとね、ここから絶対ブレないぞっていう、そういった安心感をまず与えてくれます。めちゃくちゃ安心して使えますし、制御もやっぱねレベルがどん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 上がってるなと思いますね。で、綺麗にこう真ん中を走ってくれてる印象で一切不安感がありません。まあ、だからこういう透明とか新透明とか大きいところの自動車専用道を走ってると結構ね安心して走れます。で、付加機能があります。はい、これ今ウインカー出しましたけども、これもう車線をまたぎ始めた段階で加速が始まってます。予備加速と呼ばれる制御です。こういったものが入っていたり、さらにはですね、今度じゃあ右車線から左に移ると、で左車線には遅い車がいる、そういう場合に予備減速っていうものをしてくれます。じゃあここからですね、今追い越し車線走ってまして、やっぱりちょっとこの方が入るかなと思って今あえて開けてましたけども、ここからじゃあ少し行きまして、あの前に見えてるチンクエシェントのところ入りましょうか。ここでじゃあ左に入ってみます。どういう挙動を見せるのか、結構相対速度大きいですけども、行きます。はい、もうブレーキ踏んでます。ぐーっと、ほらめちゃくちゃ賢いですよね。なので走ってる最中にですね、もうすでに事前に自社の前にいる先行車だけではなく隣接車線の車の動きも見てるわけです。これによって今みたいな動きを出せるとすごい賢いです。で、今ぐーっと4000くらいまで上がって加速してますけども、これの加速度なんかも強中弱で変更することが可能です。結構踏みますね。なかなか今力強く加速してくれました。まあ、さらには先行車だけではなく先々行車なので、今でいうところの前にトラックがいますけども、それを検知してしっかりとですね加減速のアプローチなんかもやってくれる。あと LTA でいうと、これね横に車が出てきます。で、それこそでかいトラックとかが走ってると、正直ちょっとこっちに右の方向に気持ち寄りたいかなと思いますよね。ちょっとこっちの距離が怖いので、だそういうのを車側で判断してやってくれるんです。
これが LTA のオフセット制御と呼んでますけども、まあ正直言うと効いてるかどうかっていうのはあんまり体感レベルでは分かりません。でさらに LTA で言うと、これスティアリングの保持判断、もう今更ちょっとすいません、先に言うべきだったかもしれませんけども、タッチセンサーになっています。ですからステアリングに軽くこう指が触れてると、これでちゃんと保持判断をやってくれます。変に警告が出ませんので、そういうところでまたストレス軽減を測ってるわけです。しかも何がいいかって、この感度がいいんです。トヨタ車は本当に感度が抜群です。この前 BM も触れましたけど、 BM もいいですね。で、片やですね、日産は悪いです。ちょっとこう持ってるだけだとあんまり反応してくれませんし、なんか私が乗ってるあのセレナとかエクストレイルも打っちゃいましたけども、あの車のハンドルが悪いなんてコメントもありましたけども、まあ、でもね、私が触れてるその視界評価としてはトヨタレクサス系は本当に感度がいいです。もうね、左右それぞれこう指2本でこうやって持ってるだけでもちゃんと判断してくれますので、なのでそういう意味ではちゃんと前周にセンサーが入ってて、またそのセンサーの感度が高い、まあ、このレザーの薄さとかもおそらく影響してくるかなとは思うんですけども、いや、うまくやってあるなと思います。そしていいサプライヤーさんを見つけたなと思いますね。そしてあと2つくらい機能をご紹介したいんですけども、まず1つはレーンチェンジアシストです。ウインカーを軽く保持するとピッと音が鳴って、今ステアリング持ってますけども、ウインカーのこの点滅であったりこの操舵、これは全部車側の制御としてやってくれています。これが半自動的に車線変更をすると、そういったギミックになってまして、この辺りも今速度上がってますけども、加速中でもしっかりと対応しています。まあ、実際に70キロから130キロの間でこれは作動するという形です。ですから一番左車線走ってて、まあ、高速で70を下回る車ってそうそうないかなと思いますので、一番端っこ走ってる最中から右車線にこう移っていくっていう、そういうアプローチに対してもちゃんと使えるようになってます。でもう一つはアドバンストドライブと呼ばれています。時速40キロ以下のシーンではステアリングから手を離して OK、 いわゆるハンズオフの運転をしていいですよっていう、そういう機能があるわけです。今はこれもちろんハンズオンでなければダメですし警告が出るわけですけども、ハンズオフをしていいよっていうのは40キロ以下ので、また自動車専用道を走っている場合の渋滞時のみとなってます。さあというわけで東京インター手前で大渋滞してきましたけども、もしかしたらここで、ああ来ました、アドバンストドライブ。この機能は自動車専用道路で渋滞中のみと書かれてますけども、消えちゃいました。というわけで今ですね、先ほどご紹介していたこの渋滞時においてのハンズオフ機能、これがですねシステムとして起動してます。ですから今ハンドル持ってますけども、ここから手放しをしても OK と、ただし合図オフはダメです。いくらこうべちゃべちゃ喋っててもいいんですけども、前は絶対に見ておく必要があります。で今止まってから3秒以上経ちました。これ普通のレーダークルーズは3秒以内だったら何も操作なしで自動再発進、ただし3秒経った後はレジュームボタンを押すかアクセルちょん踏み、これしないと発進しないんです。ただしアドバンストドライブを使っている間においては3分間は何の操作もなしに再発進までやってくれると、このあたりもアドバンストドライブのいいところになってます。今これノロノロ走ってますけども、まあ、実を言うとですね、普通のレーダークルーズコントロールとレーントレーシングアシストありますよね。あれもですね、だいたい時速10キロ以下であれば、これまあダメですけども、ステアリングを持っていなくても基本は運転支援って継続されます。警告も出ないんです。ただこの10キロ以上から先の領域、ここに関しては、まあ、必ずですね警告が出ますので、このアドバンストドライブを使ってるとこういった形で、まあ、もちろん警告も出ませんし、機能の中で正しく使ってるという形です。
まあ、ですから何をしようとかってなわけですけども、ただしここに今スマホがありますけども、スマホを触るのは厳禁です。で今実際起動しますけども、まあ普通に使えてます。特にこう加減速のアプローチも怖いような感じはありませんし、まあ自然にこうゆっくりと前の今軽バンに続いて走ってるという形です。違和感は特にないです。でまたメーターはメーターでアドバンストドライブのシステムが入ってると、それ専用のグラフィックに変わりますので、この辺も非常に分かりやすくてですね、特になんか違和感を覚えるっていうことはありません。あ、でもこれ楽かも。この東京インターの手前って朝方やっぱり通勤ラッシュなのか混むんですよ。まあ普通も混むと思いますけども、それ以上に混むと。だからこの間抜けるのにどれくらいかかるでしょうね。見込みではだいたいあと10分程度となってますけども、まあ、10分ずっとこうやって腕組みしててもいいってことですもんね。これ楽ですね。なんか前方の監視だけやっていればいいっていうのは想像以上に楽なので、これは皆さんに今回お伝えできてよかったかと思います。どれくらいのタイミングでこのステアリングの警告が入るか、これを見ていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、というわけで今一時警告メーターにインジケーターが表示されて、でその次二次警告にインジケーターと音で知らせてくれました。でこの二次警告が出るまでだいたい20秒程度で、一次警告は15秒程度で出ました。だから静電容量式でもこの認知ができないパターンがあると思うんですよ、その一時的に。ただそれって本来は持ってるので警告を出す必要がないわけでして、なのでそういうところでこの間があるっていうのはいいなと思うわけです。でさっきピーピーピーって警告になりましたけども、この後どうなるんだというと、ドライバー異常時対応システムに移行します。なんか物々しい単語が出てきましたけども、機能としては先ほどの警告が鳴った後にですね、ハザードを焚いたり、さらにはクラクション水鳴、そして減速制御が入ります。でそのままこの走行車線内に車を停止しますと。なので意識を失っているパターンでその車を止めちゃうというところですから、まあそのまま走り続けて何かに当たるよりはまだ止まった方が安全かなっていうところだと思います。本来はこう路肩に避けてほしいんですけども、ちょっとそこまではまだできないという形になってます。でさらにその後はですね、SOS コールがこのルーフのところについてますけども、この機能を自動的に作動させてオペレーターに通報、そこからオペレーターさんが警察であったり消防機関に通報すると、そういう一連の流れになってます。まあ、ですから車自体そもそもの衝突安全とかも高まってるとは思いますけども、こういった新しいハイテク技術によってまた命を守るような仕組みが追加されていると、そういう意味でより安全にはなっています。あとトヨタセーフティセンスの運転支援のすごいところはというか、いいなと思うのは、今法定速度より少し下回る速度で合わせてまして、ここからじゃあ任意でアクセルを踏んで10キロプラスしていきます。90から100に合わせます。はい、今100キロになりましたと。でここからアクセルを離します。そうすると、はい、今もちろんこう減速をしてますけども、じわ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 90キロに戻してるわけです。これが素晴らしいんです。何が言いたいかって、急激にブレーキ踏んでぐっと一気に90キロに戻そうとしないっていう、このあたりも人間味にあふれてますよね。さあ今遠目に入って緩やかに右カーブを曲がってます。この程度だったらやっぱり左右にフラフラすることはなく、ちゃんとですね車線内をトレースしてくれてます。若干外側に寄ってる気はしますけども、あ、また真ん中に戻りましたね。まあこういうカーブが出てくるとちょっと
左寄ったり右寄ったりっていう動きは出るかなと思います。常に真ん中をずっと走るっていう感じではなく、まあ、右カーブだったら一瞬外側に行って、で戻す感じで内側に戻ってみたいな。まあでもこれはね、人間の運転でもよく起こることかなと思いますよね。まあ、ですから全然違和感はありませんし、もうはみ出すレベルで寄るっていうことは基本的にありません。曲がりきれない場合は別ですけども、曲がれる場合は基本はその安心できる領域の中でこう左右に動いてるだけですから、このあたり特に違和感はありません。はい、というわけで数日経ちまして地元の方まで帰ってまいりました。今回のクラウンセダンの高速インプレッション、これにて終了という形になります。で、今回走った距離は約1290キロで、給油は今回の給油も含めて2回やっています。さすがにね、1300キロ弱はクラウンのタンク容量を持ってしてもワンタンクでは厳しいので、それらを2回給油して合算したものが約 82.8 リッターとなりました。というわけで実燃費方式で測ると、今回のクラウンセダン燃費はですね、約 15.5 キロとなりました。というわけで結構頑張ったんじゃないかなと思います。ちなみにカタログ数値としては、これ WLTC モードの高速道路モード、これが 19.7 キロとなっています。まあ元々の総合燃費が18キロ程度ですけども、高速だけになってくると結構伸びます。しかもね、タンク容量がめちゃめちゃでかいんです。80リッター近くあります。まあ、それで燃費が高速道路モードだったら20くらい出るっていうことですから、ほんとうまくいけばワンタンク1500キロとか楽々いけます。まあそれこそ本当に頑張ったら関西関東の往復2往復できるくらいの能力持ってるっていうね。これ今ガソリン入れましたけども、ほらこれ見てくださいよ。もうね、1回の航続可能距離が1155キロって、この燃費でもこれくらい出てますので、いやー、こういうところもクラウンね、恐るべしというところです。しかもありがたいのは燃油はレギュラーというところで、廃油ではありませんので、そのあたりもランニングコスト少しばかり抑えられるポイントで嬉しいのではないでしょうか。はい、というわけで今回は新型クラウンセダンオーナーズレポとしまして、高速インプレッションをお届けしてきました。まあ、こんな感じで自分の購入した愛車は定期的にレポートをお届けしております。他にも様々な車ありますので、ぜひ動画ご覧ください。そして皆さん、次回20万人目指していますので、ぜひこの機会にいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。